フランソワ・ルモアーヌは、フランスの画家である、シャルル・ジョゼフ・ナ・トワールや、フランソワ・ブーシェと共に、フランスのロココ美術を代表する画家である、パリで、フランス王室の御者の息子に生まれた。父親が亡くなった後、母親が、画家のロベール・ル・ブラックド・トゥルニエール、ロバート・レビロクデ・デターニアーズと再婚したことから、美術の道に進むことになった。 13歳の1701年に、王立会が彫刻アカデミーに入学し、類が老衆に学んだ。1713年までが老衆の下で学び、後年は女子として働いた。1711年に、ローマ賞を受賞した。1718年に、アカデミーの会員になった。1723年になって、イタリアを旅し、ボローニャ、ローマ、ナポリ、ベネツィアを旅し、 フランスに戻った。パリでスタジオを開き、ルモワーヌが教えた画家には、フランソワ・ブーシェや、シャルル・ジョゼフ・ナとワール、ドナシャン・ロ・ノットラがいた。1728年、ベルサイユ宮殿の一室の天井画の依頼を、王室から受け、1733年から1736年まで取り組み、その作品は、賞賛を受けた。1733年に、 王立会が彫刻アカデミーの教授に任じられ、1736年に国王の筆頭画家に任命された。その翌年の1737年、パリで自殺した。理由は、過剰な仕事量や王室画家たちの中での圧力、妻の死や不安定な性格、芸術的完成度を達成できないことへの欲求不満など様々に推測されている。県で、 胸と喉を合計9回刺したと伝えられている。ありがとうございます。